こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、こちらです。何これ？最新型のコンパクト PC です。マジで？嘘に決まってるだろ、見てわかれよ。うん、ぶん殴るわよ。まあ冗談はさておき、今回紹介するのはスカートから HDMI に変換するための HD ビデオコンバーターです。スカート？ RGB21 ピンっていうのはお前のようなあんこがガチガチに凝り固まった脳みそ筋肉まんじゅうでも聞いたことあるよな。いちいち言い方がムカつくけど RGB21 ピンくらい聞いたことあるわよ。スカートってのはざっくり言うと RGB21 ピンの海外版みたいなもんです。端子の形状は一緒なんだけど、RGB21 端子とスカート端子ではピンアサインが違います。ってことは日本の RGB21 ピンケーブルは使えないってことよね。ああ、スカート端子用のケーブルが必要になるな。まあ RGB21 ピンケーブルでもスカートのピン配列に配線し直せば使えるけどな。よくわかんないけどこれとスカートのケーブルがあれば RGB 出力された映像を HDMI でテレビに映せるようになるってことかしら。まあそんな感じです。じゃあこれ使えば RGB21 ピン端子付きのモニターがなくても RGB 出力できるゲーム機の映像を綺麗に映せるようになるわけね。多分な。多分ってどういうことよ。うぷ主もいまいち詳しいことはわかってないんだけど、スカート規格では RGB の代わりに S 端子の映像信号を伝送する拡張規格もあるらしく、スカートから HDMI に変換するコンバーターの中には RGB に対応していないものも結構あるみたいです。いやその辺は買う前に調べればわかるんじゃ。まあそうなんだけど、Amazon の商品ページなんかだとちょっとその辺わかりづらかったりするんだよな。うぷ主が購入したものは RGB またはコンポジットビデオを HDMI に変換って書いてあったから多分大丈夫だとは思うんだけど。ただに多様な商品がいくつもあって、物によっては RGB って書いてあっても届いてみたら実は RGB に対応してませんでしたってこともあるらしいので、実際に使ってみるまでは何とも言えないところがあるようです。いやじゃあ素直に最初から日本仕様の RGB21 ピンに対応したコンバーター買えばいいじゃない？高い、は、RGB21 ピン用のコンバーターはスカート用のコンバーターに比べるとだいぶ高いねん。そうなの？ああ、うぷ主が買ったスカートのコンバーターは約2900円だったんだけど、この動画の編集時点では Amazon で売ってる一番安い RGB21 ピン用のコンバーターは8800円となっています。3倍くらいするのね。ああ、さらに言うとケーブルも大抵スカート用のものより RGB21 ピン用のものの方が高いのでより費用がかかります。なのでちょっと不安はありますが使えれば儲けくらいの気持ちでスカート用の安いコンバーターを買ってみました。安物買いの銭失いにならなければいいけど。まあダメでも最悪動画のネタにはなるからいいかなと。ちなみにこちらは海外から送られてくるものではよく目にする外側が白で中が黒い袋の中にこの状態でぶち込まれていました。箱は？箱には入っておらず薄いプチプチに本体がくるまれてるだけでした。すでに不安しかないんですけど。でプチプチを開けますと中には本体の他に電源供給用のケーブルと英語で書かれた説明書が入ってました。アダプターはついてないのね。ああ、5V だしスマホ用の USB アダプタ使えってことかな。で本体も軽く眺めておくと、前面にはこんな感じで HDMI のアウトプットや電源ランプ、各種切り替えボタンがついていて、裏面には HDMI のインプットやスカートのインプット、電源ケーブルをつなぐ DC インがありました。HDMI のインプットは何のためについてるの？多分スカートの機器と HDMI の機器をつなげておくとセレクターみたいな感じに機能するんじゃないかな、わかんないけど。テレビ側に HDMI の端子が一つしかなくてもいちいちつなげ直さなくてもいいってことね。あくまで多分だけどな。説明書は英語だしそもそも簡易的な説明しか書いてなさそうだからなんとも言えないぜ。まあとにかく今回はこいつがちゃんとスカートから HDMI に変換してくれるのか試してみます。そういえば試すって言っても何をつなげるのよ。ああそういえばまだ何をつなげてみるか言ってなかったな。今回は別途購入したこちらのセガサターン用のスカートケーブルを使ってセガサターンをつなげてみようと思ってます。なんでセガサターンなの？ケーブルが約1000円と安かったのと、もしちゃんと映った時は使用頻度が高くなりそうだったのでまずはサターンで試してみることにしました。なるほどね。ではもろもろセッティングして実際に使えるか試してみます。ってことでスイッチオンです。おお、ちゃんと映ったわね。ああ、でも実は映るまで結構苦戦しました。そうなの？ただ繋いだだけじゃ映らなくて。
ここのボタンを5、6回くらい押したら映りました。なんか切り替えないとダメだったのね。ああ、Amazon の商品ページには自動検出してくれるっぽいこと書いてあったから繋ぐだけでいいのかと思ったんだけど違ったみたいです。ちなみにこのボタンは何回か押してたらこんな感じで表示が変わりました。解像度の切り替えね。ああ、720p または1080p って書いてあったけどそれ以外に 1024×768 でも映せるっぽいです。ただボタンを押すごとに今言った3つの解像度が切り替わるんじゃなくて、画面が映ってる状態でボタンを押すと1回また画面が真っ暗になり、そこで何度かボタンをポチポチ押してると違う解像度に切り替わるって感じでした。なんかいまいちよくわからない感じね。そうだな。もしかすると真っ暗になってる時はまた違う解像度になってて、つなぐ機器によってはそこでも映ったりするのかな。そうなの。いやあくまでうぷ主の勝手な推測です。とりあえず今回は 720p でキャプチャーしてみたのでその映像を見てみましょう。なんか映像が左に寄ってない。ああ、中央に表示されずに左上に寄ってる感じで映ってるな。まあ試しにちょっとストゼロあたりを起動してみます。うん、これ左上に寄ってるだけじゃなくてちょっと左側切れてるな。綺麗には映ってるけどちょっと残念な感じね。そうだな。まあでもプレイできないってほどじゃなさそうだし個人的にはギリ許容範囲かな。あとこれは多分ケーブル側の問題な気がするけど音が左右逆に出てるな。マジで？ああ、実際にプレイしてる音を聞いた方がわかりやすいと思うので軽くプレイしてみます。ってことで例によって竜で戦ってみます。ほんとだ、竜は左側にいるのに右側から声聞こえるわね。ああ、テレビのスピーカーで聞いてる時は気づかなかったんだけど、今はキャプチャーしたものをイヤホンで音聞きながら編集してるのではっきりわかるな。ケーブル買い直さないとダメってこと？いや、ちょっと面倒だけどケーブル内の音声の配線を左右入れ替えてハンダ付けし直せばそれでいけると思うぜ。それにケーブルのせいじゃなくてコンバーターの問題だったとしたらケーブル買い直したところで同じこと起こるし。ちょっと面倒だけど配線し直した方が確実ってことね。とりあえずはな。あとは他の機種のスカートケーブルも試してみればケーブルのせいかコンバーターのせいか検証できるけど、現状このケーブルしか持ってないしな。もしコンバーターのせいだったらどんな機種のケーブル繋げても常に音が逆になるってことよね。そうだな。まあそしたらこのコンバーターを使うのであればやっぱりケーブルの音声の配線の左右を繋ぎ直すしかないかな。けどまあ音声の方はどうにか対応できるからいいとして問題は映像の方かな。映像のズレは設定で直せたりしないの？なんとかできないかと思っていろいろ頑張ってみたんだけどうぷ主にはどうにもできなかったな。あと画面表示も 700p と 1080p の時は自動で横に引き伸ばされて切り替えはできないみたいです。もし横に引き伸ばされるのが嫌だったら 1024×768 でプレイするしかない感じでした。16対9と4対3の切り替えはできないってことね。あくまでうぷ主がいろいろいじってみた限りではだけどな。そういえば遅延なんかはどうなの？うん、特に遅延は感じないかな。変換してるわけだから厳密に言えば多少は遅延してるのかもしれないけど、うぷ主程度の腕だと特に違いは感じられず、普通に繋いでプレイしてるのと変わらずに快適にプレイできております。いろいろ気になるところはあるけどとりあえずは使えなくはないって感じかしら。ああ、最悪全く映らないことも想定してたからお値段考えれば十分使える方ではないかと思います。ちなみに今回は難易度は初期設定のままプレイしてたんだけど、珍しく難易度最低にしなくてもノーコンクリアできました。結局最後までプレイしたのね。楽しくてつい。でか映像が綺麗になったおかげなのかいつもより気分よくプレイできました。どうでもいいけどまあそれは良かったわね。さらに調子に乗ったうぷ主さんはかなり久しぶりに外でもプレイしてみたんだけど、外でも調子よくこんな感じで進んでいき。ベガまではノーコンでいけたんだけど、残念ながらベガに負けコンティニューすることになり、その後2度ほどやっても勝てなかったのでクリアは諦めました。いや普通にストゼロ楽しんでるじゃない、あくまでこれの使用感を試してただけです。絶対途中でそれのこと忘れてたと思うんですけど。まあとにかくちょっと気になるところもありますがうぷ主が40分くらいストゼロをプレイしてみた感じでは普通に使えそうでした。まあ全く映らないとかじゃなくてよかったわよね。ああ、
今後また似たようなもっといいものを手に入れたらわかんないけど、しばらくの間はサターンはこれ使ってプレイしようかな。画面左端が切れてるのもプレイ中はそこまで気にならなかったし。音声が逆なのは、そこは後で頑張ってケーブルの配線を入れ替えてみます。ちゃんとできるといいけど、うまくいったら動画で報告します。うまくいかなかったら、今日のことはそっと記憶の片隅にしまい込んでください。あと最後に以前 S 端子でキャプチャーした時の画像と見比べてみます。キャプチャーしてる環境や画面比率が違うので正確には比べられませんが、パッと見で S 端子よりもはっきりくっきり映ってるのがお分かりいただけるのではないかと思います。確かにちゃんと RGB で出力された映像を HDMI に変換してそうね。ああ、スカート端子だと RGB の代わりに S 端子映像信号を伝送する拡張規格もあるって話だったから、もしかしたら S 端子の映像を HDMI に変換してるだけってこともあるのかもしれないとも思ったけど、これを見た感じだとちゃんと RGB で出力された映像を変換してるっぽいよな。まあまだサターンでしか試してないから絶対にそうなのかって聞かれたらあんまり自信はないけど。大丈夫そうな気はするけど、その辺は S 端子出力がなくて RGB 出力がある機種で試せばはっきりしそうよね。そうだな。その辺はまた別の機会においおい試してみたいと思います。ってことで今回は以上です。ちなみになんですが、動画の初めにも言ったように同じような形状のものでも RGB 出力に対応していないものもあるので、もしこの動画を見て同じようなコンバーターが欲しいと思った方はくれぐれもよく調べてから購入されることをお勧めします。万が一購入されたものがちゃんと動かなくても一切の責任は取れませんので、あしからず。ちなみにウプ主が買ったものと全く同じものは編集時点では Amazon では売り切れになってました。他の商品ページにパッと見見た目が同じものが売ってましたが、中身も同様の商品なのかはわかりかねます。まあ用途も限られてるし、この動画見てこれ買おうって思う人そうはいないだろうけどね。まあな。てかお金に余裕があるなら RGB21 ピン用の HDMI コンバーターを買った方が幸せになれるだろうしな。あとはそんなにたくさんの機種をつなぐ予定がないなら、今なら結構この手の機種ごとのコンバーターも出てるしな。これはメガドラ用のやつだけど、サターン用のも同じシリーズで出てるし、何がいいかはその人の状況によって変わってくるわよね。そういうことだな。といったところで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.